今回荒牧が挑戦するのは CD と聴き比べメドレーに挑戦します。本物の CD 音源と交互に歌って本物そっくりに歌い上げます。まず本物の CD を流し、その続きを荒牧が歌う。しかしこの CD と聴き比べ、本物との違いがはっきりと浮き彫りになるため、モノマネタレントが最もやりたがらないパフォーマンス。いかに難しいか、ミスターモノマネコロッケに聞いてみた。それやれたらすごいな。それやった人誰もいないですよ。ゲイじゃないですよね。究極のモノマネエンターテイメントですね。しかも今回荒牧はなんと10曲メドレーで聴き比べ。Every day I listen to my heart 一人じゃない深い Time!
どっちだろう。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。いつもいつも聞いてるみたいでしたね。どっちがどっちだか分かんない感じでしたね。歌が荒牧さんの歌始めた瞬間鳥肌立ちましたね。見てて。ありがとうございます。こうするとほんまに改めてやっぱりすごいなっていうのをすごく分かりますね。だって倖田來未さんがいや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 別々にやったでしょ。どっちのいやいやかもう全く分かんないですね。テレビ見てる人は口パクだと思うぐらい似てる。本当ですか。嬉しいです。すごいです。さあ、では行きましょうか。行きますか。果たして今のパフォーマンスにいくら払うのか。ギャラを決めるのはあなた。セットプライス。果たして300人の観客はこのパフォーマンスに自腹でいくらのギャラを払うのか。合計金額が出ました。行きましょう。そういう評価をしてくださったんだっていうのがなんか嬉しくなってありがとうございます。いや本当にこのすごさ、パフォーマンスのすごさが伝わったんだと思います ね、 いいですね。最高金額10万円。マダムシンコさん、テープが流れてきて、本人が初めて歌いはったのを聞いてすごいもう感動しまして、ああめちゃくちゃうまいやなっていうことが分かりました。本当に感動しました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。そして加藤さんも同じく10万円です。はい、もう天才の域だと思いますけど、特にあの楽曲の選び方も若い方が楽しめるものから演歌までおやりになるんで、これももう素晴らしいと思います。どうもありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございました。